今回はこの樹脂粘土を使ってドールのヘッドにつける角を作ってみたいと思います。角の形は一応アルベドの角の形をイメージして作ろうかなと思うんですけど、この樹脂粘土は結構特殊な匂いがするので、私はあんまり好きな香りではないんですけど、もう少しなんかこう鼻の匂いとかそういうのがついてるといいかなって。で、今量を見たらこれが半分ぐらい使いそうな感じですね。で、適量を取り出して、で、乾燥しちゃうので、こういうビニールを丸めて、クリップで留めておいて、こういうタッパー、密封型のタッパーに入れておくと、乾燥しないで済むんで長持ちします。樹脂粘土の扱い方っていうのもあんまり詳しくないんですけど、柔らかい粘土なんですよね。だからこういうのをやるときはもしかすると針金を入れた方がいいかなとも思うんですけど、まあ大きさそんなに大きくないんで針金は入れなくてもいいかな。アバウトにこんな感じで頭にくっつけながらイメージの角を作っていきます。こうですね、アルベドの角はこの色だと日暮らしの羽生みたいな角の色ですね。で、造形はとても簡単なんで、綺麗にこう表面を整えるのは指先でですね、こう撫でてあげてると、だん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 、こう、つなぎ目とかが消えていくので、優しく撫でてってあげる感じで。でも私の作り方より、100均の樹脂粘土を使った動画作られてる方の方が参考になると思うんですけど、で、水をつけた方がいいとかあるかもしれないんですが、水はつけなくても綺麗に。で、この色のそのままでしたら色とか塗らなくて済むんで、とても楽ちんですよね。こんなイメージ、もっと大きいんですけどね。ちょっとですね、これ1個だとこれ2等分してこの大きさが限界なんですよね。手に全然つかないんで、100均で売ってる伸びる粘土、あれは手につくし、こうベタッとなんかね、張り付いちゃったりするんで、あれは私は使わないことにしました。で、反対側も同じように左右バランスよく作れるかっていうのが、これは課題だと思います。この根元にはこういう磁石をつけようと思うので、このぐらいのくぼみを作っておくといいですね。こんな感じですかね。だいたい形が決まって綺麗になったら、これで乾燥をさせます。これ乾燥させるときに結構時間がかかるんですね。これぐらい分厚いとどれぐらいでしょう。カチカチに乾燥するまで多分1週間ぐらい、1週間か2週間ぐらいかかるんですよね、中まで乾燥する。だから本当はもっと薄く作った方がいいかもしれないんですが、あまり薄いと今度形がかっこ悪いんで、乾くまで時間があるので、心端に鼻を作ってあげようかなと。
愛くない理由が分かりました。このマズルというかこの鼻先がだいぶ下なんですね。だからこう間延びしちゃってるというか、本来人間がある口ぐらいにあるとより可愛い感じに見えるのかな。だいぶさっきよりマシになったような。角は丸2日か3日ぐらい乾かしたらこんなに硬くなって、ただ樹脂粘土はカチンカチンにならないので曲げたら結構簡単にポキっていっちゃう感じですね。でここにこのジムネジを貼って、でこの頭にピタッてつけられるようにしていきたいと思います。ジムネジをこの接着部分をアロンアルファで止めてみたいと思います。よいしょ。乾かしてる間にこの残りのジムネジをこの方向を間違えないように、例えばこうつけるんだったらこの方向を間違えないようにこのウィッグの中にスッと入れてあげます。で適当にポジションを合わせて、反対側もこうだから、これ局を間違えちゃうと別にまた付け直せばいいんですが反発しちゃうので S 極 N 極になるように、ちょっとですね形が左右アンバランスで微妙ではあるんですが、こんな感じで角のマジックじゃないや角を磁石で作ってあげて貼っつけてあげると取り付け可能になるんで、すごく簡単に、で中に固定してないので位置もこうやってすってあげれば磁石くっついてくるんで位置の調整も可能ですし、100均じゃなくても軽い粘土だったらいいんですが、これ重い粘土だとこれがズル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 って落っこっちゃうんですけど、この100均の樹脂粘土は比較的軽いのでこんな感じでとどまってくれるんで、多少の揺れにも、上下の運動がちょっと弱いかな、弱いんですけど、ポージングしてる時ぐらいだったら、あとちょっとずれたとしてもすぐ元に戻せるんでいいんじゃないかなと。あとおまけで耳を直接樹脂粘土で貼り付けてます。これはもう乾燥してるんでこんな感じで綺麗に取れるので、ブルタックをはめて止めてあげればいいかなっていう感じの作りですね。でこのお花も裏にブルタックが仕込んであって、こんな感じで貼り付けられるので、後で色塗れば、可愛い感じになるから、口の部分取っちゃってこの口が道路の口が直接見えるようにしても可愛いと思うので、そんな感じで樹脂粘土を使うと面白い造形が作れるので、ぜひいかがでしょうか。今回も動画をご覧くださいまして誠にありがとうございます。年末押し迫ってきましたが、これからも頑張って動画作っていきますので、またよろしくお願いいたします。それではまたねー。